の腹痛に見舞われているチョコマルです。こんばんは。今日は先日ちらっと触れていたジャジャマルのマキュラータさん捕食事件についてお話ししようと思います。2月6日の映像です。水温合わせが終わった後、水槽の方にマキュラータさんを入れたんですけど、ご覧の通りジャジャマルはね、一生懸命追いかけてます。ただ最初に導入した5匹の時も同じ光景を見ていたので、特に慌てることもなく、そのうち前回と同じく諦めるだろうぐらいでした。しばらく観察していて気づいたんですけど、ジャジャマルはどうやらこのまだ色の白いね、新入りのマキュラータさんだけを狙って、追いかけ回してる状態です。で、最初に投入したマキュラータさんは20日が過ぎて、1匹行方不明になった状態なんですけど、ご覧の通り4匹無事に生き残ってるので、このまま公園は大丈夫かなと思った矢先の翌日ですね、事件が起こりました。新入りマキュラータさん導入から翌日ですね、5匹のうち2匹がどこにも見当たらなくって、ジャジャマルのお腹がパンパンに膨らんでいたので、確証はないんですけど、おそらくジャジャマルに食べられてしまったんじゃないかと思います。で、ジャジャマルのお腹は過去にないくらいパンパンに膨らんでいたので、2日間餌を与えずに絶食させました。2日間の絶食で、ジャジャマルのお腹もいつも通りぺったんこに戻ったので、早速ね、いつも通りペタ専用の餌を与えてみたんですけど、ご覧の通りね、興味を示して口の中には入れるんですけど、すぐにねペッて吐き出しちゃう状態です。ジャジャマルは普段から食いしん坊なので、さすがにちょっと体調が悪いんじゃないかと心配をしてたんですけど、一応ね鏡を見せたらご覧の通り全力でフレアリングをしてるので、体調が悪いっていうのはなさそうです。やっぱりね、マキュラータさんを美味しく召し上がってしまった後なので、人工のね餌にはちょっと満足できないんじゃないかと思います。
接触の後、翌日の餌を吐き出してから、さらに翌日いつもと同じ時間帯に餌を与えてみました。この日与えた餌はベタさん専用の丸い粒のではなくって、公園用のフレーク状態のものです。普段からベタさん専用の丸い粒のと公園用のフレーク状態のを交代交代で与えてるので、この日はフレーク状態のものにしました。が、結果はご覧の通り、やっぱりね、一度口に含んでもぐもぐした後ペッて吐き出してしまいます。特に病気だったり弱ってる感じはなくって、元気に水槽内を泳ぎ回ってるので、そんなにね心配はしてないんですけども、はい、これ本日2月の11日のいつもの時間帯、またね餌を与えてみたんですけど、相変わらずね口に含んだ後、もぐもぐしてペッて吐き出してますね。で、ほぼ絶食状態から今日で5日が過ぎたので、さすがにちょっと心配なんですけど、やっぱりね、キュラタさんお腹いっぱい食べちゃったからなんですかね。もう一つ心配なのが新入りマキュラータさん3匹なんですけど、体の色がね全く赤くなりません。最初に導入した子たちは3日目にはね、ほとんど今の状態ぐらい真っ赤になってたんですけど、どうやら白いまま大きくなってる気がします。で、じゃじゃ丸はほぼね5日間ほとんど絶食状態なんですけど、さすがにね心配で、ただね健康のバロメーターかなと考えているこのフレアリングは相変わらずもう全力でやってくれてるので、もう少し様子を見て、明日ももしご飯を吐き出すようなら冷凍の赤虫を与えてみようと思います。最後におまけ動画をご覧になっていただきながらお別れしようと思います。はい、まかりか
ロベリー&ストロベリー、2段目がスペシャルストロベリーで、3段目が超ウルトラプレミアムストロベリーで、これと同じものをあと3つお願いします。